はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、ルシファー HL みんなの力を借りようということで、本日ね、スカイスコープですね、このミッションがあるんだけど、このミッションの一つにね、難しいのがあるんですよ。下の方にあるんですけど、どこここら辺だね。開口黒銀の翼、強バハだな。強バハを5回クリア、アルバハを、3回クリア、アルバハ系統をクリアする。ね、まあ、ここら辺はまだいいっすよ。なんなら。ここだよね。ダークラプチャーハードを、10回合計クリアしよう。自発多発は問わないっていう、まあ、これだけ言っちゃむずいよな。まあ、結構報酬も破格なんだよね。報奨石500個もらえたりとか、レジェチケもらえたりとか、結構報酬的には豪華なんだけど、ダークラプチャーハードを10回やるって結構むずくない？うん。なんで、今回はですね、みんなの力を借りようと思って、まあ、救援サイトですね。できる人はできるし、できない人はできない。怖い。っていうタイプが、まあ結構二極化してるんですよね。で、まあ今回はルシファー HL、あとちょっとで倒せるから、来たい人どうぞっていう人のやつを曲がりすることによって、クリアできるんじゃないか。で、そうする場合実際どうなるのかっていうのを試してみたいなというふうに思います。まあ今回はね、その企画をやる上で僕も自発をなんかこう義務としてね、みんなに提供しましょう。うん。まずはじゃあ僕も自発を提供します、こちらの方を皆さんに。で、まあこれ、こういう系統ってできる人はできるし、できない人はできないって言ってたんだけど、結構キャラクターの面が激しいかな。装備面で言うと割と無課金武器とかでも代用できることが増えてきたような気がするんだけど、例えばフルオート、俺は今土属性のフルオートがすんげえやりやすいと思ってんだけど、まあこういった編成とかを組めるかどうか。例えばだけどクリスマスアンスリアってなかなか取りませんよね。まあ前回の土古戦場では結構優秀だったのは間違いないんですけど、正直な話、クリスマスアンスリア持ってるかどうかで足切りされるよ。まあ足切りされるんですよ、この今回に、あの土属性、あ違うわ、ルシファー HL のフルオートに関して言うのであれば、土属性は特にいっちゃん簡単って言われてる土属性ルシファー HL がなんで簡単なのかっていうと、クリスマスアンスリアの3アビが超優秀なんだよね。この声援の舞効果っていうのがあるんだけど、奥義発動時に完全回避を付与するっていう状態を主人公とアンスリアに付与するんだよね。これを使って10% の特大ダメージパラダイスロストを、アンスリアと主人公が奥義で回避する。で、あとは気合でダメージを出し切ってターンエンドでーす。みたいな動き方を結構するんですよ。だから、クリスマスアンスリア、土属性で一番簡、土属性フルオート界でルシファー HL が一番簡単って言われてると勝手に思ってるんだけど、その中でもクリスマスアンスリアは必要。でもそれを持ってないっていう人絶対いると思うんですよ。うん。まあそういった人のできるできないが結構二極化してて、まあできる人はノブレス・オブリージュですよね。僕も大好きです。東のエデン。はい。僕もね、東のエデンが大好きなので、ノブレス・オブリージュをしていきたいなというふうに思います。はい。まあじゃあとりあえず、ギリギリまで削るわ。よし、25% になったし、そろそろ救援を出そうかな。俺さ、待って、この話していい？あのね、俺の救援アカウントがね、凍結されたんだよね。俺はただ、俺の救援アカウントは貧困法制にグランブルーファンタジーをやっていただけのはずなのに、おかしいんだよな。なんか、アカウントが凍結、永久凍結されて、もう、新しく作るしかなくなっちゃった。よし、これで6人になりました。1人の、いや、5人の人間を今、ミッションという、枷から、救うことができたことを感謝いたします。それじゃあ理論殴りでしばきましょう。いけんのかこれ 10% ぶっ飛ばしたけどさあ私は行くことができるのでしょうか。一応ウリエルとか召喚しようかな。ウリエル召喚すりゃ主人公が奥義打つから、なんかどうにかなんだろう。ほら完全回避でどうにかしろ。無敵の完全回避でどうにかしてくださいよ。スタープラチナ状態に、ゴーゴー。まあ不死身も3回あるし、なんとかなるでしょう。レッツゴー。これ突撃かましいので、まああとはね、バブさんでも召喚しとけば満足よあとはまあバブさんでも召喚しとけばピュイーンドーン。これで 0% と。はい、ミッションの回数を稼ぐことに成功いたしました。はい、まあ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 、ここまではいいですよ。これで僕は、入場料を払いました。
初心者の人は気にしなくていいと思いますけどね。まあ僕が今回ちょっとミッションをやるという上ではね、ちょっと入場料、ノブレスオブリージュですから、はい、まあ入場料を払ったということで、じゃあここから救援サイトを使っていきましょう。こちらの救援サイトで、ルシファー HL をぶち込んで、でなんかあとはど高難易度か、これであとはどうぞみたいな感じのコメントを入れてくださっている方の救援に入り込み、そう、ここでなんか、あと残り 10% 好きなだけやってください。やっちゃってください。みたいな感じの人に、なんかスティールを挑むと。お、来た来た来た。あと7、あと7。これあと 7% のいいでしょ。あと 7%、何クソ大人気、お裾分け来た、お裾分け来ましたよ皆さん。お裾分けはお裾ってるでしょ。ありが、あーまずい、 7% 失敗、任して任して任して、なーにーく、みんな考えることは同じなのか。なんかこれ何も書いてないやつさ、結構死にかけてない？これ今これもさ、これも割とさ、俺が 25% で救援出すようなもんでさ、あとクリアするから来たい人どうぞーの気持ちだよな、多分。あと、なんか残りどうせ 5% っすから、まあ来たい人来ていいっすよ、みたいな。ルシファー HL の救援って大体もうそういうのが多いのかもな。うん。まあ基本的な文言がなくて、こんな一人とかでがっつり削ってるようなやつは、もうあと何パーセントですから、まあ取りてい人はどうぞ、みたいな。なんかミッションこなしていい人はどうぞ、みたいな。まあこうやって動画にする前に、なんかもう結構みんなノブレスオブリージュしてるんだな。俺と同じように。僕もしてますよ。ニコニコ。よろしくお願いします。僕もやる気は十分。みんな良ければ出していきましょう。広げていきましょう。ミッションクリアの友達の輪を。まあこれでパラロス飛んでくるけど、ウィーン中断問題なしと。まあアビリティ、まあこれのクリア編、俺編成こんな感じにしてるけど、基本的に最初のなんかパラダイスロストを受けて、3万以上 HP3 万以上確保して、あとはアビリティの回数ですよね。あの羽がついてるからダメージにキャップがあるんだよね。ダメージの上限キャップがあるので、そこら辺を考えると、参加人数が上限、ダメージの上限を考えると攻撃回数が多い方がいいんですよね。例えばソリッツとか、うん、あのアビリティダメージの回数が稼げますよっていうキャラクターを入れて、削りを入れてあげると基本的に自発の人は嬉しいかもしれません。残り HP 丸パ、いけー、レッツゴー。あー、これはちょっとなんか悪いな。残り 2% 削り切れる方、あかん。あの基本的にはあれですね、アビリティダメージの回数が高い、あーこれはちょっと悪いな。いや別にやってもいいんだけどね。やってもいいんだけど、本体殴りフルオートとかで。ちょっとなんか悪いな。基本的には、よいしょ。倒しきれる自信、一人でこんぐらい削れてるよっていうやつは、まあ大丈夫なやつでしょう。大丈夫か、ほんまに。基本的には、大丈夫なやつなんで、よいしょ。まあ一人で削れてるかどうか、人数と HP を見て入るのをちょっと決めた方がいいかもしれないですね。はい、ということで、まあこんぐらいにしておこうか。はい、ということでミッションなんですけれども、結構心優しい人が増えたような印象ですね。ルシファー HL とかもクリアできないよっていう人結構いると思うし、怖くて挑戦できないっていう人もいると思うんだけど、なんかあとちょっと触るだけで、俺も一人でソロはできますから、まあミッションこなしたい人どうぞっていう感じで提供してくれる人もいるから、心優しい人もいるから、まあちょっとそういう人に肩を借りて、背中を借りて、でけえ背中だって思いながら、まあちょっとルシファー HL のミッションをこなさせてもらうってのも悪くねえんじゃねえかなというふうに思いました。思った以上に優しい人が多かった。救援欄見てみたけど、うん、やりてきたどうぞみたいな感じの人が多かったんで、まあ背中はぜひぜひ借りていきましょう。まあ初心者の人は特にね、この動画書いてもできねえから、こういうの借りた方がお得や。もうただもう行かなかったらただ死んでいくだけのルシファー HL、うん、そこら辺を考えるとね、まあ肩を借りる方がお得だと思います。はい、ということで、ルシファー HL、助けを求め、ミッションクリアのために助けを求めてみたでした。参考になれば幸いです。それじゃ、またお会いしましょう。じゃねん、バイバイ。